二光彩乃君、はい、二光君、茨城ロックの国光でございます。本日は質問の機会をいただきまして大変ありがとうございます。もうなんとかですね、皆様あの児童虐待をストップする、もうこれ以上ですね悲惨な事件繰り返さない、この強い決意のもと、私自身も今日は、まあ、内容ももちろんですが見た目から全身オレンジで、ちなみにありがとうございます。ちなみにあの靴もカバンも名刺入れも全部オレンジでございまして、私今地元では歩くオレンジリボンという方にですね、あの実際言われるまでになりました。まあ、ぜひですね、いち早くという番号もたったの 10% しか知られてない今でございます。もうぜひですね、この議論を通じ、また今日はお一人一人通じてですね、児童虐待が実効的にストップできるようにさらに努めてまいりたいと思います。さて、まあ、実効的に努めていくという点で、あの先日も参考人の先生皆様のご質疑も伺っておりまして、やはりいろんな論点がある、課題がある、まあ、例えば中核市の、まあ、児童相談の設置の話も非常にあの熱いお話が、市長からもございました。でやはり最後は予算と人、まあ、これをですね、もう腹をくくって決めていくということが一番求められるというふうに、私自身も一国会議員、与党の国会議員として、また一人の子どもを持つ親としてもですね、感じるところでございます。でこの予算に関してですね、あの、まあ、5年後ではなくて来年にあの早々に検討せよということがあの盛り込まれていることがございますので、この点をまずはご質問させていただきたいと思います。あの今回の法案とですね、あのそれとともにあの法案には盛り込まれておりませんが、3月に閣議決定をなされたあの児童虐待防止対策の抜本的強化の中で、来年の予算に向けて、まあ、検討せよという話になっている点がございます。で一つはですね、あの児童福祉士の皆様の処遇改善でございます。でこちらはですね、まあ、処遇改善の検討をやはりあの児童福祉の皆様方の質、そして量ともに向上させるためには、私も現場 あのいろんな児童福祉の皆様方と意見交換も重ねてまいりましたが、非常にやっぱり厳しいお立場にあると、まあ、やはりすぐ離職をする、あのまたは本当にですねバーンアウトして、あのちょっとこう今仕事上のストレスでやっぱり鬱になってあのお休みになっている方というのもいらっしゃるぐらいでございます。まあ、そういう方々に一番フロントラインで頑張っていっていただかなきゃいけない、まあ、私この処遇改善の意義もですね、あの非常にあの大きいものだというふうに考えておりまして、閣議決定にも盛り込まれている事項でございます。あのぜひ、まあ、うちからはあのこの議論があの始まると思いますけれども、まあ、しっかりと取り組んでいただきたい、まあ、これはですね、あの特に、児童福祉士さんの処遇改善に関しましては、厚労省はもちろんあの今日お越しいただいておりますけれどもですね、総務省の皆様方にも強い決意を持ってあの取り組んでいただきたい。で特に実は私、自治体の県の職員を2年間させていただいたことがございます。で大体ですね、まあ、実際に何度かあの処方交付税措置にされたと言っても、結局あの財政課と県庁内でですね、まあ、市もそうです、財政課と担当課の間で相当な綱引きがあって、で結局あの交付税措置されたと基準単価に入っているだとか、需要額に入っているだと言われても結局回ってこないじゃないかということが繰り返されているのがこの地方交付税措置でもござるあると思っております。まあ、ぜひそのあたりの決意をですね、改めて総務省に問いたいと思います。よろしくお願いします。総務省多田大臣官房審議官。お答えをいたします。委員からお話がございました児童虐待防止対策の抜本的強化におきましては、児童相談所の体制強化に向けまして、児童福祉室の増員等に向けた支援の拡充などとともに、児童福祉等の処遇改善を図ることが対策項目として位置づけられているところでございまして、重要な方策の一つであるというふうに認識をしております。現在厚生労働省におきまして、各自治体の実態を踏まえ、改善の具体的な手法、財政措置のあり方などについてご検討されているものと承知してございます。総務省としては各厚生労働省をはじめ関係省庁と連携して適切に対応してまいる考えでございます。国光彩乃君。はい、
ありがとうございます、まあ、そのようなお答えが返ってくるかなというふうには思っておったわけですけれども、ぜひですね、今いただいたご質問を具体的にもうこれタイムライン来年の予算というふうに検討を図るというふうになっておりますので、まあ、きちんとぜひ、総務省そして厚労省そして財務省の間で、ご検討いただきたいというふうに思っているわけでございます。でもう一つこちらちょっと要望にとどめたいと思いますけれども、もう一つ予算措置で書かれていることが来年に向けてもう一つございます、まあ、それはですね一時保護所の環境の改善でございます。まあ、私自身も実は学生時代からですねいろいろ児童相談所でちょっと学習支援のボランティアなどさせていただいたこともありますけれども、まあ、やっぱりですね今はかなりマシにはなってきましたが、まあ、相当一時保護所のはですねどなたかが保護所に入った方が虐待なんじゃないかというふうなご発言もどなたかあったかと思いますけれども、本当にですねそういう環境にもともとあった、まあ、これをですねやはりしっかりと例えば個室化を図っていく、あるいはユニットに図っていく、ちなみに私の茨城県地元は一時保護所はすべて一応個室まで行きませんけどユニット化を図っておりまして、まあ、かなり環境改善が数年前に図れて非常に子どもたちの笑顔が、まあ、見えるようになったというふうなお話もいただいております。まあ、しっかりですねこの点も来年の予算に向けて、具体化を図るとなっておりますので、まあ、きちんと対応をいただけるように厚労省財務省の間でですねお願いを申し上げたいと思っております。そしてですねもう一つ、虐待のですね根本的にストップするというのはどうしたらいいかということをですね私もまあ常々考えます。で虐待が起こりそうである、あるいは起こったということに関しましてはいろいろこう対策というのは例えば本当に児童相談所の体制整備であるとか、まあ、早期発見するため の、 例えば検診を受けに行かれないお母さん方をフォローするとかあるわけですけれども、まあ、やはりですねやっぱ地元を歩いていても、まあ、おそらくここにいるすべての方がお感じになっていると思いますが、虐待を起こす親っていうのはなんとなくちょっとこうこの親大丈夫かなというところはですね、まあ、結構やっぱりこう見て聞いているとどうしてもある程度分かってくるようなことがあると思います。で例えばですね他の施策で言っても、まあ、例えばメタボだとかいろんな他の施策においては例えばそういうことを起こすようなハイリスク群のようなことある程度特定をしてでハイリスク群アプローチというものを結構介入したりいたします。ただ、まあ、なかなかですねこのまあ人権的な話もありますし難しいかとは思うんですが例えば、まあ、私もアメリカで生活してたこともあるんですけどアメリカだとかですと、まあ、かなりその虐待だとか DV だとかいろいろ依存症だとか起こしそうな方々をある程度こう客観的なデータからもともとベースにですねどういう例えばバックグラウンド持っている、それは社会経済要因かもしれませんし、あるいは今までの その、まあ、疾患の背景かもしれません。ある程度特定をしてその方の尊厳を築けない形でフォローしていく、例えば、何かそういう方がいて定期的に通院をされている、そしたら医者の方がその子にその方のお父さん、例えば男性だとします、お父様にが結婚した、子供ができたとなると、まあ、おめでとうなわけですけれども、その後に、まあ、そういう、 こう傾向がある、方におかれては、まあ、虐待を起こさないように見守っておくとかですね、まあ、そういうちょっとある程度もハイリスクになるかなと思われる方をしっかりこう温かくフォローしていくということをもう少し客観的にですねやっていただくことも必要ではないかというふうに思っております。まあ、その点につきまして今の取り組み実際そういう方々がどういう状況にバックグラウンドを有しているかということを客観的に把握していることがあるかという点とそういう取り組みをどういうふうに進めていかれようとされているかというあたりをお尋ねさせていただきたいと思います。浜谷子ども家庭局長。お答えいたします。厚生労働省におきまして地方自治体の職員用に作成いたしました子ども虐待対応の手引きというものがございます。でこの手引きにおきましては保護者が子どもを虐待するのはさまざまな要因があるということで、まあ、いくつか挙げております。で一つは例えばその子ども時代に大人から愛情を受けていなかったとか、あるいはその生活にストレスが積み重なって危機的状況にある、あるいはその社会的に孤立化し援助者がいない、あるいはその親にとって意に沿わない子であるなどの要因がさまざまな要因が複合的に絡み合って起こるものによるというふうに承知をいたしております。また同じ手引きにおきましては保護者側のリスク要因といたしまして、妊娠・出産・育児を通して発生するもの、
あるいはその保護者自身の性格、精神疾患等の精神的に不安定な状態から起因する、まあ、こういったものがあるということも記載をされております。また社会保障審議会の下の専門委員会において実施しております死亡事例等の検証におきましても、加害の動機、まあ、背景なども含めまして、保護者の置かれた状況についての分析を行っております。まあ、こうしたことから厚生労働省といたしましては、まあ、これまでの分析も踏まえまして、まあ、孤立しがちな子育て家庭を早期に発見いたしまして、必要な支援につなげること、これが虐待予防の観点から重要であるというふうに認識しております。まあ、こういったことから、まあ、妊娠期から必要な支援に、まあ、つなげられる体制の整備ということで、子育て世帯包括支援センターの設置促進、あるいはその予期しない妊娠等で悩む妊婦に対しまして、まあ、産科への同行支援等により状況を確認し、関係機関につなぐ事業の実施などを行っております。またまあ、ハイリスク群というかどうか、ちょっと言葉遣いございますけれども、まあ、個別訪問をして、まあ、家庭の相談支援を行うために、まあ、乳児家庭、全校訪問事業で、まあ、生後4ヶ月までの全ニーズにいる全家庭を訪問して養育環境等の把握の実施をしておるわけでございますけれども、こういったことにより把握いたしました保護者の養育を、まあ、支援することが特に必要と判断される家庭、これはその虐待リスクがある家庭等も含まれます。こういった家庭に対しましては、養育支援訪問事業によりまして養育に関する相談や支援、育児家事の延長等を、まあ、個別に実施をしているということでございます。まあ、こうした取り組みによりまして、子育て等に悩む家庭を早期に発見する、あるいはその、まあ、特に支援を必要とする家庭に個別に訪問する、まあ、そういった対応をしてまいりたいというふうに考えております。国光彩乃君。ありがとうございます。本当にですね、まあ、こういう例えがちょっと適切なのかあれですけれども、虐待がやっぱり起こった後に対応するっていうのは、まあ、ある意味対症療法的なものなんだというふうに私自身は思っておりまして、やはり虐待を起こす、まあ、虐待だけではありません、 DV でも全部そうですけれども、そういう方がそれを起こさないようにする、まあ、それこそがやっぱり早期、本当の早期の予防であって、まあ、根治的な、いわゆる根治療法なのかなというふうに思っております。私の地元でもですね、結構民生委員や児童委員が、まあ、割としっかりしている地域なんですが、やっぱりその気が利く児童院さんや民生院さんだとかは、ちょっとこの家少しゴミ屋敷で、このちょっとお父さんちょっとそういうリスクがありそうだから、まあ四半期に一遍ぐらいちゃんと訪問をして、子どもたちが大丈夫かということを確認をしたりということを気が利く、民生委員や児童院さんはやられています。ただそれは 0.5 割ぐらいで、残りの 9.5 割は、まあ、なんか起こってから行きますみたいな形でしてですね、まあ、これはちょっとやはり子どもたちにとってですね、結果的には非常に大きな負荷が見えないところでかかっている時間が長すぎるんじゃないかというのが私の問題意識でございますので、ぜひですね、もう少しこう客観的、合理的、そして妥当なアプローチをさらに進化させていただければというふうに思っております。そして続きましてですね、同じこと子どもという意味で私の地元、そしてさらに全国的によくいただくお話で非常に困っているということがございます。結果的には虐待とも、まあ、そのうち結びつくこともあるのかもしれませんが、実はですね、出産の費用というのが年々上がっている。例えば私の地元ですと、この実は4月にですね、とある病院が値上げをいたしました。もともと45万で出産をできたところを60万から70万にしますというふうになりました。で、まあ、それはちょっとかなり助産師さんの確保だとか人件費がかかるしというふうなお話であったわけですが、一つの病院が値上げをしたら、なんとそれに追随して他の病院まで値上げをしたというふうなことがありました。で、私かなりこれ地元から出産費用にお金がかかる、一時金はご存知通り42万円です。でも42万円で出産ができるところはどれぐらいあるか、私に調べましたら、資料いただきましたらば、42万より下の県、出産の費用が、の平均が42万より下の県っていうのはもう本当に数えるぐらいしかありません。で、全国でも一番お金かかるのは東京の、501万円ですね、出産費用平均です。で、一番最低金額が鳥取県の33万円、つまり鳥取県だったら出産育児一時金42万円もらってもお釣りが来るわけです。お釣りが
でも東京じゃ足りません。で、私の地元茨城でも46万です。で、大臣のご地元の福島も42万で、まあ、ちょうどジャストぐらいですけれども、でこれがもうこれさらにいろいろ調べたんですけど、年々やっぱり上がってるんですね。で、出産育児一時金も制度できてからだんだんそれに対応して標準価格、平均価格を見て上げてると思うんですが、これってですね、ただいたちごっこじゃないかというのが私の問題意識です。あの出産育児一時金、まあ、本当に42万円は非常に重要で、ただ当時は平成7年ですかね、これ設定された時は、その時は42万円が一応平均であったというふうにして設定されたと聞いておりますが、今4年経ちました。でもうこのありさまです。どん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 高くなっている。でやっぱりですね、あの出産費用にもう2人3人というふうにですね希望なさる方が、まあ、よく皆さんおっしゃる通り、アンケート調査で一番の負担は経済的な負担だとおっしゃってます。で、まあ、我々としてもあの幼児保育無償化、そしてまたさらには高等教育という話もあるわけですが、そもそも産むときにやっぱりお金がどんどんかかって今かかっていて、それが増額しているというのはちょっとあまり健全な話ではないのかなというふうに思います。まあ、サービスに見合った対価であればそれは納得ができるかと思いますけれども、私もちょっといろいろ地元歩いて調べたんですけれども、別にサービスが増加しているわけでもない、なのに値上げをしている。産科医療機関一つ上げたら他も追随してどんどん全体が上がっていく。まあ、これをですねやっぱりもうちょっと真面目に考えなきゃいけないんじゃないかというのが、私も強く問題意識を持ちます。これにつきましてですね、現在、さらにですね、その負担出産育児一時金もは今健康保険から出てますよね、42万円で。これやっぱり保険、ただ一方妊婦健診だとかは自治体からのになるわけですけれども、まあ、公費なわけですが、まあ、出産は病気じゃないから公費だ、すみません、出産では病気じゃないから、まあ、診療報酬入ってないと、いうこともありますけれども、まあ、そもそもこの出産へ の支援、金銭的な、まあ、支援のあり方っていうのを、まあ、するならば、それって保険の中がいいんですかと。で、保険の中でも診療報酬とそうじゃない部分があります。で、また公費、一方で公費がいいんですかというふうな話というのは、まあ、ある程度そろそろ整理なさったらいかがかなというふうに思っているわけですけれども、この点いかがですか。垂水保健局長。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、医療保険制度で、まあ、出産に要する被保険者の経済的負担を軽減するという観点から、まあ、保険給付として出産育児一時金というものが支給をされているということでございます。ただ一方で出産と申しますのは、通常 その病気や怪我のような療養の給付として出ているものとは違って、まあ、いわば異常なことではなくて、いわば正常なことであるというようなこともございます。またそれと関係があると思いますが、出産の場所も病院あるいは診療所あるいは助産所というような形で非常に幅が広いというようなことがございまして、まあ、そうした背景から、まあ、出産育児一時金という形での支払いという形になっているわけでございます。で、支給額については原則として公的病院における出産費用などを勘案して定めるということになっておりまして、これまで出産費用の上昇などに伴って数字にわたって見直しが行われてきているということでございます。で、まあ、ご指摘のとおり平成23年から42万円という形でなっているということでございますけれども、引き続きまして、まあ、この額については出産費用あるいは保険者の財政状況等を総合的に勘案した上でということになりますけれども、必要に応じて見直していきたいというふうに考えているところでございます。で、ご指摘の問題意識受け止めさせていただきますけれども、一方で今申し上げましたような出産育児一時金という一時金で払っているということの考え方、その経緯あるいはこれまでの変遷といったようなものを踏まえて検討を進めていく必要があるとは考えております。はい、国光綾乃君。ありがとうございます。まあ、一時金のですね、そもそものあり方、そしてそもそもこの出産に対してどういうふうに支援していくのかということはですね、まあ、両局長隣同士に座ってらっしゃるわけですから、まあ、しっかりですね、厚労省の中でも検討していただいて、でもう過度な負担があまり妊婦さんにかからないということをですね、まあ、ぜひ徹底していただきたいというふうに思っているわけでございます。最後にすいません、ちょっと、今日国交省にも来ていただきましたけども、すいません、ちょっとタイムリーな話ですので、一点大津で非常に悲惨な事故がありました。
子どもさんが2人亡くなって今でも入院中の子もいるわけでございます。まあ、本当に痛ましい事件で、私もこの間これ決算委員会で質問させていただいたんですが、やっぱりこれ事故ちゃんと検証してですね、やっぱり子どもさんが巻き込まれないということをですね、ぜひ国交省、警察庁、いろいろまたがる話ではありますけれども、早急に対応していただきたいと思います。そして地元でもやっぱりよく言われるんですが、例えば大津の事故も交差点でまさか車が突っ込むなんか思わないわけです。ただですね、あそこガードレールありませんでした、ポールもなかった。で、地元でも言われるんですけども、国があまりそのどこにガードレール、防護柵ですよね、防護柵を設置するかという基準があまり明確でなくて、今は PTA だとか自治体からあそこにつけてくれだとか、そういう要望をいただいたところから適宜検討して対応しているというふうな状況でございます。でもつまり声が上がらなかったら結果的に危険なところがなおざりであるということもあるわけです。で、全てをガチガチに基準作れとは私は思いませんが、もう少しですね、実効的な防護策だとか、いろんなですね、交通安全とおっしゃるのであれば、地域の実情も大事ですけれども、国としてきっちり子どもの命を守るためのですね、そういうルール作りをしっかり取り組んでいただきたい。その点につきましていかがでしょうか。国土交通省榊道路局次長。お答えを申し上げます。去る5月8日、滋賀県大津市におきまして、散歩中の保育園児に車両が衝突し、幼い命が失われるという大変痛ましい事故が発生いたしました。国土交通省では、5月13日に通知を発出し、警察と連携して、過去5年間で子どもが当事者となった交差点での重大事故の箇所や、類似箇所を対象とする点検を始めております。さらに散歩などで園児が日常的に利用する道路等を対象とした点検や対策の方法につきましても、関係府省庁と連携して検討し、速やかに実施してまいりたいと考えております。また、ガードレール等の防護柵の設置基準についてでございますが、防護柵につきましては、交差点部への設置も含め、各道路管理者が個別箇所ごとの道路や交通の状況、路外の状況等を踏まえ、その設置の必要性について判断することとされております。国土交通省といたしましては、今般の事故を踏まえまして、今後専門家の意見も伺いながら、防護柵の設置に関するガイドラインの見直し等についても検討し、各道路管理者の判断が適切に行われますよう、技術的な助言等を行ってまいりたいと考えております。国光綾乃君。ありがとうございました。ぜひしっかりと早急に対応いただければと思います。ありがとうございました。次に